何ぼーっとしてるんだ。そうか、なんかニヤついてたから。見てて気味悪かったぞ。お、ようやく森の切れ目か。そうだな。目的の村に着くまでこっちの道は森続きだ。岩道ばっか歩いてたと思えば今度は森の中かよ。気がめいってくんな。てか、昨日までとは大違いだな。悪いもんでも食ったか。そうだな。あ、どっちなんだよ。なんでそこで笑うんだよ。気をつけろ。マリコが後ろに下がってる。Thank you.
何かおかしい。マリコ、注意しろ。裏切りやがったな。お前バカか？この状況見てわかんねえのか？お前本当に巧みなのか？貴様ら失政士に用はない。お前巫女だな。そうか、お前の名はマリコだ。俺はお前を捕らえるために来たんだ。
しよ。目的は達した。引くぞ。待て、マリコを離せ。狙いはマリコか。ほら、起きろ。気がついたようですね。お前助かったな。いつもならスパッと殺されてるのに、珍しいんだぞ。これだけ喋れるのなら、まだまだ元気があるということですね。生かすか殺すかは、あなたの心がけ次第ですよ。さて、こちらの質問に答えてもらいましょうか。名前は何と言いますか。玄武の巫女たちと一緒に行動しているようですが、目的は何ですか。見たところ玄武と縁のあるものとは思いませんが。Thank you.
元の世界。あなた北韓国の人間ではないのですか？匠というのは、先ほどあなたを捕らえる時にいたあの兵士のことですね。匠もあなたと同じように外の世界から来たというのですか？興味深いですね。あなた方は外の世界から来たということですか？確かに。それならばその変わった服装にも納得ができますね。シュラ、縄を解いてあげなさい。しばらくはここに留まってもらいましょう。後で好きなだけ合わせてあげましょう。それからしばらくの間はこの宿営地から外には一歩も出てはいけません。逃げるようなら殺します。諦めてください。あなたの事情は我々の事情じゃありませんからね。匠はいますか？僕とシュラは玄武の巫女の後を追います。あなたは我々が帰ってくるまでこの娘の見張りをしていてください。シニ様、この娘を第五教団に連れて行かなくていいのですか？我々が戻ってくるまでここで待機してください。独断は許しません。わかりました。ついてこい。そうそう、その者は僕の部下の一人で、あなたのお友達ではありません。彼に従っていれば、命は保証します。殺しちゃうからね。うん、このままぐさりってこと。いっぱい血が出て痛いはずだから。
そんなことを考えない方がいいと思うよ。あ、痛いって思う暇もないか。はつかないぞ。シューラ。じゃあ、俺も行くけど。おとなしくしてろよ。お前、何か勘違いしてないか？残念だが、俺はお前のことなんて知らない。マリコ？変わった名前だが。玄武道。鏡。